オデュッセウスの部下を襲うライストリューゴーン族の王、アンティパテース。アンティパテースは、ギリシア神話の人物あるいは巨人である。長母院を省略したアンティパテスとも表記される。主に、が知られている。以下に説明する。このアンティパテースは、優れた預言者でありアルゴスの王の一人であった、メラムプースとイーピアナスサの子で、マンティオス、アバースと兄弟。またオイクレースの父。あるいは、メラムプースとメガペンテースの娘イーピアネーラの子で、ビアース、プロノエー、マントーと兄弟。ヒッポコオンの娘ゼウクシッペーと結婚し、オイクレースとアムパルケースを設けた。ホメーロスは、アンティパテース、マンティオスともに武勇に優れた人物としている。このアンティパテースは、ライストリューゴーン族の王である。妻と一人の娘がいた。叙事詩、オデュッセイアによると、アンティパテースが支配するテーレピュロスの町を訪れた、オデュッセウスは三人の部下に命じて、探索をさせた。彼らは、アンティパテース王の娘に出会い、王の館の場所を聞いて訪れた。ところが、館に入った彼らが、山のように巨大なアンティパテースの妻の姿に驚愕していると、彼女はすぐさま夫を呼びに行き、現れたアンティパテースは彼らのうちの一人を捕まえて、食らってしまった。残った二人が大急ぎで船に戻り、オデュッセウスに知らせると、アンティパテースは大声で仲間たちを呼び集め、港に停泊するオデュッセウスの船団を攻撃した。彼らは岩を投げつけて、多くの船を破壊し、海に投げ出されたオデュッセウスの部下たちを串刺しにして持ち帰った。結局、ライストリューゴーン族の国から逃げることができたのは12隻の船の中でオデュッセウスの船だけだった。ありがとうございます。